あれれ？あ、そっか。来たね。おい、来たぞ。みんな。来たぞ。さすがにサンダースかな。さすがにサンダースだよね。キスわかんないもんな、これ。ちょっとみんな教えて、これ。いや、さすがにサンダースだと思う。素早さ勝ってるし、キューコン。最低限仕事はできるって意味で、サンダースだと思ってるんだけど、合ってるよね、俺のこの考え方。キスわかんないもんね。100% キューコンに打点ないから。原子の力持ってるかどうかぐらい。ワンチャン、キッスが原子の力持ってたら、まあ、キッスでいいけど、キッスがわかんないから。いや、さすがにサンダースでいいよな。いや、俺ここまで来たら勝ちてえよ。行く。サンダース行く。うわ、原子の力覚えてんのか。うわ、最悪や。お前もうちょっと、お前一歩遅いって、それ。その情報遅いて。うわー、それキッスやん。それやったらキッスやん。お前は。60% 悪くない。これ悪くないよ。この前 21% で負けたからね。60ならいける。よし、行くぞ。なんか金ねじきみたいだけど、これまだ半分の銀ねじきなんだよな。まだ半分なんですけど。瞑想ね、オッケー。いや、だったらデンジャーから入りたかったな。だったらデンジャーから入りたかったな。ワンパンはできないな。できるかな。できないと思うんだけど。シャーイ！急所ウェイ！急所ウェイよ！さあ、ちょっと待って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 、ちょっと待って。サンダース。サンダースは攻撃65だぜ、こいつ。ようやったわ、マジで。おっ！フリーザは放電打つか電磁波打つかなんだけど、フリーザ電気2倍弱点。放電やな。いけ、飛ばせ。タイプ1、弱点2倍。飛ばせんか。空を飛ぶ、空を飛ぶ、耐えるくない。空を飛ぶは耐えるくない。空を飛ぶは耐えるくないか。空を飛ぶは耐えるくないか。タイプ1、フリーザは A85、 タイプ1の空を飛ぶ。穴を掘るや。ここで穴を掘る。いや、ダメだ。穴を掘る、ダメだ。どっちみち一発食らうわ。そう、もちろん飛行あるから意味ない。この空を飛ぶは避けることはできるけど、
気まぐれ AC。AC ってことは素早さ振ってないってことだから、海流が、この裏の海流が、この海流ってさ、ちょっと素早さいくつなんだ。ちょっと待って、サンダースのまず素早さ調べる。269、クソ速え。クソ速えんだわ、こいつ。127、ダメ。いや、これ海流が抜いてるんだったら海流バックしたいのよ。これ海流が抜いてるなら、素早さ抜いてるなら海流バックして、空を飛ぶを受けて、で、開始の10万打ちたいのよ。突っ張るか。突っ張るわ。頼む、頼む。急所やめて。急所やめて。これ、急所負け筋。急所マジで負け筋。よし、オッケー。落ち着け。勝てる。いいよ。サンダーは多分海流でいける。海流でいけるんだけど、ここでんでいっか。自敗入れるか。はいはい、特殊ね。オッケー。この時代は電気に電磁波通る。オッケー。これ。勝ったでしょ。原子の力オッケー。十分仕事してる。まあ、多分勝ったと思うけどな。原子で能力上がるとちょっとまずいけどな。恩返し行こう。よし、勝ったでしょ。さすがに初めての銀ネジ機突破だ。いや、嬉しい。よし、